さてこちらは先日放送した松本市の住宅にあるトトロの形をした木なんですが、市内には他にも可愛いトトロがいたんです。さらにあのキャラクターも発見です。やりましたよ、これはすごい。隣のトトロです。21日の ABN ステーションで放送した松本市笹賀のトトロの形をした木、住人の男性がメタセコイアで作った高さ3メートル、幅 1.8 メートルの大きなトトロ、道行く人を楽しませています。他にもトトロがいるらしいとの情報を聞きつけた丸山記者、インターネットで調べてみると、こんなところに。向かったのは松本市今井にある松本養護学校。いや、いましたよ。目がついてて可愛らしいトトロですね。高さ 2.5 メートルの椿の木を剪定して2ヶ月前に作りました。あれトトロっぽいよねって話になりまして、そこからもう事務職員の創意工夫により、あの剪定をきれいにしていただいて出来上がりました。トトロにこう帰る時もさよならとかね、子どもたちにしてみたら楽しみがまた一つ増えた。生徒からも評判の仕上がりです。可愛いです、可愛い。あのこのトトロシルエットが可愛いのでみんなテンション上がってると思う。さらに名脇役も。ちょっとシーズン終わっちゃったんで、あのだいぶ痩せちゃいましたけど、こちらここですね、こうずらずらずらっとこう可愛らしい、わかりますか、こういう感じで。真っ黒クロスケです。先月までは本家の黒色ではなく緑色の真っ黒クロスケが好評だったということです。子供にとってトトロは大人気なので良かったなって思っています。松本市今井に佇むトトロの木が周りの人たちを笑顔にしています。